どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ今回なんですけども、今回は何やっていくかっていうと、あのドイツの世界大会あったじゃないですか、あの遊戯王デュエルリンクスので、世界大会のドイツ会場で、あの物販コーナーがありましてですね、物をですね、お土産というかね、を大量に購入してまいりました。これをね、ちょっとね、開封していこうかなと思っております。なんか、先にネタバレしちゃうんですけど、なんかこういうのとか見て、こういうのとかね、こういうのがあるんでちょっとね、開封していこうかなというふうに思っております。まずなんかスリーブですね。なんかスリーブ、あとデッキケース、こんだけあります。帽子帽子、あ、ちなみにこれ皆さん、あの帽子かっこいいじゃないですか、ワールドチャンピオンシップ2019って書いてあるんですけど、僕ね、人類一、世界一帽子が似合わないと思うんですよ。ちょっとかぶってみましょうか。どうですか、わかりますかそう、頭がね、でかいんですよ。頭がでかいんですよ。普通の、なんだろうな、普通の人間の頭の大きさのサイズに作られてるんで、あの私ですね、ちょ、わかるかな、このここまで、帽子のですね、あの後ろのこの調整するところをですね、ここまで広げないと入りませんここでだからね、俺帽子、普通に売ってる帽子ね、頭ね、入ったことない、ほとんど入ったことない。こういうのはね、もうね、基本的に、ね、入んないからね。ほら、わかる、わかります、こんなに帽子似合わない人います。どっから行こうかな。ちょっとこのガールの、あ、プレイマットを先にちょっと見せますわ。ちょっと一体これ全部片付けて。これがですね、2018WCS2018 の多分ね、2位から4位かなんかの多分商品だったと思うんですけど、そいつの商品のなんかその、なんだろうな、アクリル板切りのなんかカードみたいなのがあるんですよ。あの、公式大会では使えないみたいなレベルのカードがあって、で、そいつのプレイマット、ちょっとモンスター名忘れました。テロップで載せときます。のプレイマットですね。これかっこいいです。非常にね。これ、ちょっと開封はしないで置いとこうかなと思うんですけど、このフィグマっていう、なんかその、まあ、要は可動式フィギュアです。の、ブラックマジシャンガール。開封するといけないことに使っちゃいそうなんで、開封しないで置いとこうかなと思ってます。で、パンツは青いです。パンツはちょっと見えにくいかもしれないですけど、青です。こういう風に使えると、なんか、なんか近くない？完成度、なんか見た目と近くないかな？これ大丈夫なの、差し大きないかな、まあ、でも可愛いな。こういう風になんかこう飾ったりとかできると。対象年齢が、15歳以上と、まあ、つまりそういうことでですね、これがね、そのね、公式大会のスリーブなんですよ。どうですか、ガチ勢感が出るでしょ。一気にガチ勢感いきなりガチ勢になったみたいなね。このなんか青と、赤があるんですけど、遊戯王ワールドチャンピオンシップ2019って書いてあるんですよ。これなんかその会場でしか買えないみたいなやつなんで、これつけてると、お、やるなと、スリーブでマウントを取るっていうね、これができるっていう、かっこいいですね。それからですね、デッキケース、これもね、これでプラスチック製なんですよ。ちょっと少し引くか。プラスチック製なんですけど、これね、一応ここがなんか紙になってて、ここの周りの黒いところがね、これが紙になってて、でこれがプラスチック製で、なんかその仕切りが一応1個入ってるというね。そんなにね、丈夫そうではない。なんか作りも言うてそんなに丈夫そうじゃないんだけど、ただこのプリントアウトがワールドチャンピオンシップ2019になってるんでね、これも使うことによって、まあこれどういう風に使うかっていうと、例えばですね、これアルティメットガードっていうところのそのデッキケースなんですよ。これこういう風にデッキケースなってるんですけど、これのこうほらデッキを、まあ、例えば入れて、これなんだこのデッキ、守護竜かのデッキとかをこういう風に入れて、でこうやって使うという、こういう風にね、こういう風に使うと、これかっこいいっすよね。強そう。これはね、現地でしか買えないんで結構レアだと思います。見てください、この物販の列、やばい、この列ですよ。これが一般列ですね。ちなみにこのアルティメットガードのデッキケースもね、これ全然お土産でもなんでもないですよ。これ結構いいんで、これ皆さんもぜひおすすめでございます。そしてあとはなんかこれなんだろう、ライフ計算のやつかな、ライフ計算に使うなんかメモ用紙みたいなのが、ありますね。で、あとはこれなんですけど、これが何かっていうと、書いてある通りなんですよ。これね、スピードデュエルって書いてあるんですよ。スピードデュエル、これがあの海外でしか売られてないなんか TCG 版のなんかそのカードなんだけど、デュエルリンクスみたいな感じで、なんかそのハーフデッキかなんか入ってるのかな、確か。で、なんかそのマット、プレイマットもなんかその3箇所しかなくて、あのフィールドが、要はデュエルリンクスみたいな感じで、まずは触りで遊戯王これから始めるよみたいな人が、買って
て楽しむようなボックスになってるんですよ。で、そう、皆さんお気づきの通り、なんか知んないけど2個あるんですよ、同じやつが。これこれ説明させて。これなんか TCG ショップ、現地のね TCG ショップに行った時になんかこれ売ってたんで、まあデュエルリンクスの実況者だからまあこれ買わないとなと思って買ったんですよ。これとこれとこれ買ったんですよ。そしたらこれとこれとこれとこれを買ったんか、これとこれとこれとこれを買ったんですけど、なんかそのこれとこれ、なんかコナミさんからお土産でくれるって、リュウさんこれお土産でお渡ししますって言われてね、中身見たらこれとこれが入っていたと。じゃあこれとこれなんで俺買ったんだって話なんですよ。完全プレミ、ちょっと開けていきましょう。まあちょっとなんかあんま未開封で残しておきたいみたいなのもあるんで、ちょっとこのなんか被ってるやつ開けとこうかなと思いますね。でなんかこの辺のやつはそうだな、まあ皆さんのプレゼント企画にでもしようかなというふうに思いますね。なんかあのそのうちなんかイベントとかあるかもしれないし、じゃあちょっとこのでかいこの城之内のなんかやつだけ開けていきましょうか。表紙にはね、このネイキッドギアフリーだっけ、なんかネイキッドさんが映っていますね。裏とかはまあこんな感じなんもないし、さあね、ただね、多分ねあれなんですよ、なんかの俺聞いたところによると、なんかねスキルカードが入ってたとかつって、あこういう感じ、普通に、あ普通にパックになってんの、これなんかスキルカードがなんか入ってるとか入ってないとかそういう話を聞いたんですよね。何パック入ってんだこれ、18、あ 36? なんか36パック入ってました。いや本当にデュエルリンクス用みたいなカードが多分入ってると思うんですよ。1パック何枚なんだろうなこれ、1,2,3 あ、4枚ですね、1パック4枚入り、あ、作れるんだな、4枚入りかける、36パックだから、144枚入ってるのかな。もうほんと土初見なんで何入ってるか全然わかりません。カードプールもわかんないし、まあでもデュエルリンクスで活躍するしてるようなカードが入ってんじゃねえかなっていう、まあ活躍、デュエルリンクスでさえも活躍してないカードが入ってる可能性ありますけどね、全然ね。城之内関連のカードなんかな、これ。うん、やっぱクジラとか、なんか、あ、コアデストロイ。これ最近デュエルリンクスで行きましたね。で、セブンカード。これなんだ、あ、大盤狂わせだ。今ちょっとあのこれドイツ語なんですよ、これ皆さん全部言い忘れましたけど、ドイツ語版なんであの調べられませんね、結構ね、ドイツ語なんでこれ検索しても出てこねえっていう。なんだっけこれ、あのデコイチの足みたいなやつで、スクリーチスロットマシーンとかね、こんなん、これこういう感じ、あ、ナイトシャット、ナイトシャット、光物も一応たまに入ってるみたいな感じなんですかね。なんか光り方の中でもなんかちょちゃっちいな、そうなもんねえからな、でもちょちゃっちくらいなんか光り方ナイトショットかっこいいけど、ドイツ語版のナイトショットかっこいいですね。セブンカード、なんで光ってか光ってもよくわかんないな。グラールですよ、グラール、まさかのグラールっていうね、でもほんとザコしか入ってないんだけどこのパックやばくない、このパックもひたすらにヤバいカードしか入ってないんだけど、これ俺これに45ユーロ使ったの、ヤバくない、しかももらえるっていうね、まさかの要塞クジラ、しかも光物全然ないんだけど、こんなことあります？あ、来た、ヴァンパイアロード、かっこいい、かっこいい、なんかヴァンパイアロードドイツ語版、なんかレリーフとか入ってないのかなこのパック。ヴァンパイアってなんかちょっとドイツっぽい感じしません？しないか、虎鉄ですよ、無限にデュエルリンクスは強いっす。で、これグラール持ってこいってことなのかなこれこういう順番で入ってたけど、これグラール持ってこいってことなのかな、わかんねえけど、要塞クジラの力だけは何だっけ、ギシモホ名前忘れたわ、あ、で、デコイチスーパーなんえ、そうなんだ、デコイチってスーパーなんだ、知らんかったわ。へえ、もうあれですね、デスペラードを出すためのたまにしかありません、これデュエルリンクスではデスペラード入ってないですよね、これこのバッグ、ランチャースパイダーは入っていいけど、これボムスパイダーは入ってないでしょこれ。ファイリングスピッツ、ファイリングスピッツ、うわ来た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 、うわ出た、これです皆さん、これがね目玉です、このなんか俺これが欲しくて買ったんですけど、このスピードデュエルっていうボックスを、なんかねたまに入ってるスキルカードっていうのがあるんですよ、これが要はスキルカードで、これバンデットです、これバンデット、わかります、ライフポイントが多分1500ですよね、1500以下だったらなんかあの相手の伏せカードパクれるっていうこれが欲しくてね、こういうのが欲しくて買ったんですよ。マスクのドラゴンスーパーなのそんなこいつ価値あるマジかよ。いやスキルカード来ねえ、スキルカードが欲しいんだよ、何が欲しいかって、結局俺はスキルカードのためにこのパック買ってんだから、スキルカードに40、あかっこいい、来たネイキッドギアフリード、なんかかっこいいけど使うかと言われると絶対使わないから、でもドイツで買ったっていう事実しか残んないっていうの結構やばいけど、え、マジスキルカードこれ1枚しか入ってないのこれ、ああ全然デザイン違う、これリボルバードラゴンですよね、攻撃力2600、2200、コイント数どうちゃらこうちゃらって書いてあるでしょこれ、どうせこれドイツ語だから読めねえんだよこれ、わかります、これドイツ語だからもう何一つわからないっていうね
何一つわかんないっていうのがあるんですけど、これリボルバーかっこいいな、かっこいいけど正直日本版の方がやっぱ馴染みありますよね。デザインが違うのはちょっと面白いですね。あ、来た来た、なんだこれ、来た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 、なんだこれ、なんだこれ、なんや、これ何よ。調べたらですね、なんかこの英語版であったんですけど、なんかね、デュエルリンクスにはないスキルですねこれね。なんかね、ちょっと見えるかな、ちょっと、あー見えない、光っちゃうかなこれ。ワンスパーターン、まあ一旦に一度あなたはレベル1から3以下か、3以下のアンデッド族の通常モンスターをデッキから墓地に送ることができますよみたいな、だからワイト送るみたいな、そういうことができるみたいなことなんですかね多分。なんかちょっと強そうですね、なんかそのワイトキングとかを降臨させるのには使えそうな気がしますけどもそんなスキルなんだね。ちょっとテンション上がったの、ほんとリボルバーぐらいだったんじゃないこれ多分。光物だけちょっと別にまとめてみるとこんな感じになってて、ナイトショット、それからヴァンパイアロードがなんか鬼かぶっていく、でネイキッドギアフリードがウルトラですね、でスーパーが、リボルバー、リボルバーちょっとかっこいいです、リボルバーとマスクドドラゴンと、これいらないね、デコイチっていう、でにあれ小塚のなんかアンデッド族のなんか通常もワイト落とせみたいな、スキルのやつと、バンデッドですね。なんか光物結構少ないね、こう見ると。まあ、実質ですね、これを45ユーロで買ったみたいな感じなんですよ。これプレミス銀俺これ買い物下手くそか。でちょっとこれもね、こっちのなんかハガダイナソーコンビのパイナポー龍崎さんと蛍原徹さんのコンビのやつもなんかかぶってるんで、好みさんが気を使ってくれたんでね、好みさんが気を使ってくれたってかぶったんで、これなんかこっち開けていきましょうか。あ、なんかちょっと違うぞ、あ、もうこれデッキになってんのかな。あ、なんかプレイマットみたいなの入ってる、プレイマットみたいなの入ってる、ちょっと広げてみようか。プレイマット、プレイマット、これだからあれなんじゃないの、なんか3箇所しかないんじゃないの。やっぱりそうだ、見えますか皆さん。あ、ちょっと見えないな、ちょっと待ってくれ。ほら、わかりますか、これプレイマット3箇所しかないんですよ。ほら、ここの謎のここのあれね、空間ね、ここいる、ここいる、これもうちょっとこうキュッてできないの、これここいります、これ、これもうもしかしたら構築済みデッキとかいう感じかもしれないです。だからもうこれそのまま遊びますよみたいな、2人でこれ1個買えば2人で遊びますよみたいな、そういうやつかもしれないです。ちょっと開けていきましょうか。お、出ました、ダイナソーキングダム、これ恐竜王国ですよ、これ恐竜王国、スキル発動恐竜王国ができますよこれ。ハイデンパラサイト、あ、これあれじゃない、寄生、これ寄生虫じゃない、これフライング寄生じゃないの、これ違うんかな、ちょっと読みます。ワンスパーターン、一旦一度 You can change、 あなたはチェンジできる、全てのモンスターを On the field、 On the field to insect until the end of this turn。 あ、すごい強い、これあれフィールド上のなんかモンスターを全部根治族にできるみたいな、強くねこれ、このスキル強すぎだろ。で、オールソまた、Any battle damage your opponent takes is halved for the rest of this turn。なんかダメージがゼロなんで、そういうやつ、ちょ、わかんねえ。で、You may、 あなたは、使うこのスキルを Up to twice per duel、 あ、デュエル中2回しか使わない代わりに、なんかその全部昆虫族にしてなんかなんやかんやするみたいなスキルか。強そうやな、このスキル。これデュエル X なくない、これこんなスキル普通に強いんだけど。というわけでね、まあ使えるのはまあでもこのぐらいなんじゃないかな。なんかその本当に買ってきてよかったなっていう、まあ全部買ってきてよかったんですけど、まあ一番やっぱ買ってよかったなっていうのはこのデッキケースとスリーブ、これはやっぱね、そのガチ勢を装えるっていうかね、その自分も強く見せれるみたいな。おまけなんですけど、なんかサンダーさんからスリーブもらいました。サンダーカード&ホビー、チャンネルのスリーブをもらいました。なんならこっちの方が嬉しいっす。はい、というわけでね、今回の動画は以上でございます。またこれを、ちょっと、まあ、開封するか否かは、じっくりと考えていきたいなというふうに思いますが、動画良かったらチャンネル登録およびグッドボタンよろしくお願いいたします。また、イベントなんかでね、こういったなんか今日買ってきたやつなんかちょっと配っていこうかなと思ってますんで、ぜひね、そちらも楽しみに。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。